はい、こんにちは、入江くんです。いつも動画ご視聴ありがとうございます。キノコ伝説やっていきましょう。はい、ペットシステムが実装されたんですが、皆さんどうですかね。楽しい、間違いない。もう皆さんどのペットがね、強いとかおすすめであるとかはね、ご存知ですよね。知らない？適当に選んで育成してる。ちょっと待ってよ、あなた何をやってるの？ペットには強いとかね、弱い、さらにはこの食にはおすすめとかあるんでしょ？さすがにね、そのおすすめペットこの動画では言えませんよ、イレイ君。いいでしょ？知りたい人とかいないでしょ？いる？知りたいの？ちょっと待ってよ、何でも教えてくれるおじさんだと思ったらお間違いですよ。もうほんと今回が最後だからね。わかりました。ということでして、本日はめちゃくちゃ強いおすすめペット6選を紹介したいと思います。はい、まず1体目なんですが、レアのアヌビス。これ結構使ってる方多いみたいですよね。ああ、あなたも使ってる。はい、基本性能なんですが、戦闘開始後15秒ごとに技能ダメージ 765%、 現在の連撃ダメージ 305%、 現在の反撃ダメージ 305% を与え、目標の攻撃力マイナス 15% 持続5秒。戦闘開始時すぐに一度発動。まず15秒ごとに、技能ダメージとかね、連撃ダメージ、反撃ダメージを与えるということで、全色使える、適応していると思います。さらに、目標の攻撃力マイナス 15% 5秒間。これが強い。だから特にね、戦士系かな？戦士系で相手がね、攻撃力強いアタッカーとかだとね、結構きつい時あるんだけど、このアヌビスがいると敵の攻撃力を抑えてくれるわけだから、特にはね、戦士系に向いていると思います。別にね、負け弓系でも大丈夫だと思います。はい、次なんですが、レアのトトちゃん、来たこれ。はい、基本性能なんですが、戦闘開始後16秒ごとに現在の通常攻撃 240% のダメージを与え、目標の被ダメージをプラス 15% 持続5秒。短い遅延の後再度技能ダメージ 600%、 現在の連撃ダメージ 240%、 現在の反撃ダメージ 240% を与える。戦闘開始時すぐに一度発動。はい、ちょっと長かったんですが、簡単に言いますと、敵の被ダメージをプラス 15% 上げる、それが5秒間持続と。はい、敵の被ダメージを上げるわけですから、もちろん全色ね、対応してると思います。このトトちゃんね、レアの中ではハズレだよっていうね、言ってる人結構いたの。そんなことないからね。一番強いかと言われると、そこら辺はね、ちょっとあれかもしれないですが、今実装されてるペットの中ではめちゃめちゃ上位の、グループに入っていると思います。次のおすすめキャラはこちら、レアの月縛り霊みたいな。はい、性能は戦闘開始時5秒ごとに技能ダメージ 300%、 現在の連撃ダメージ 120%、 現在の反撃ダメージ 120% を与え、 50% の確率で目標の最大体力値 3% のダメージを追加で与える。戦闘開始時すぐに一度発動。はい、このペットはですね、簡単に言いますと、発動間隔が5秒とめちゃくちゃ短いんですよね。ですので、例えば敵のヒットポイントがあとちょっとでね、削ったら倒せるのに、発動間隔が15秒とか16秒だと、もうなかなかね、スキルは出ない。けど、この月芝は、5秒間隔でダメージ与えてくれるんだって。もちろん5秒間隔だから、そんなズドーンって大ダメージじゃないよ。もうピュッだよ。けどその5秒間隔でピュッピュッピュッってやってくれるのね。はい、この月芝も一応ね、全色に、向いている、対応していると思います。はい、レアキャラ3選おすすめしたんですが、一応ね、この3体は、基本的には全色に向いていると思われます。で、6選紹介するって言いましたよね。で、あと3体おすすめするの。
で、あとの3体はもちろんレアキャラじゃない、レアキャラより下の上級キャラです。え？上級がレアより強いとかあるわけないだろうと。そんなことない。あるの。はい、次におすすめするペットはこちら、上級の青天の使者。はい、基本性能なんですが、戦闘開始後16秒ごとに現在の通常攻撃 560% の範囲ダメージを与え、非妨害時間マイナス 15%、 持続5秒、戦闘開始時すぐに一度発動。はい、このキャラ何が強いと言ったら、やっぱりね、非妨害時間がマイナス 15% になるんだって。あれと同じじゃないの、青牛モモかな、あれも、この非妨害時間マイナス何パーセントだよね。だから PVP で一番最初ね、武装解除とかかな、あれを受けた時に、敵より早く解除できる。 PVP において非拘束時間、短縮はめちゃくちゃ強いんだって。で、おすすめ職なんですが、こちらのキャラは弓系がおすすめキャラとなっております。ですので入江くんね、弓系今メインでやってるんですが、これねレアじゃなくて上級だけど育成しようかなとちょっとね思ってるくらいです。はい、次のおすすめキャラなんですが、上級のかぼちゃ魔女。はい、性能なんですが、技能開始時毎回追加で 600% の範囲技能ダメージを与える。以上。え、これだけなの？これだけだよ。いや、これだけなんだけど、これシンプルだけど強いんだって。だからおすすめ職はもちろん魔系ね、魔で、技能改心を積んだね、魔がバコンバコンと改心出したら、もう毎回追加で 600% のダメージを与えるんだって。ですので魔系の方がね、技能改心積んだ魔系の方がこのカボチャを使用するのは悪くないと思います。はい、そして最後が、このクモ。はい、基本性能が戦闘開始後13秒ごとに 1493.33% の範囲ダメージを与え、エネルギー回復速度 25% アップ、で持続5秒と、戦闘開始時すぐに一度発動。はい、まずね、13秒ごとに 1446% のダメージということで、めちゃくちゃ倍率が高いですよね。で、さらにはエネルギー回復速度 25% もアップということで、もちろんね、前職ある程度は対応していると思いますが、特におすすめなのがもちろん魔系だと思います。はい、ということでして、6体のおすすめペットを紹介したんですが、いかがだったでしょうか。もちろんこれを見てね、自分の育成してるペットが違うから、乗り換えた方がいいかとかね、そういうことではないですからね、一応参考にしてください程度ですからね。はい、で海外版ではね、もちろんどんどん他のペットも追加されてるのね。そこら辺はまた、動画でまとめたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録、高評価励みになります。そして Twitter 入江くん8のフォローもお願いいたします。概要欄に貼ってあります。そして LINE オープンチャットも概要欄に入っております。よろしくお願いいたします。本日は動画ご視聴どうもありがとうございました。それでは次回の動画か生配信でお会いいたしましょう。